ダニエル・ミッテランはフランス・ベルダン出身の人権活動家。夫はフランソワ・ミッテラン元大統領。フランソワ・ミッテランとの間に3人の息子を出産する。フランソワ・ミッテランは愛人アンヌ・パンジョとの間にも娘、マザリーヌを設けたが、彼の病没まで両者の結婚は解消されることなく続いた。ナチス・ドイツの傀儡政権であるビシー政権下のフランスで、 ダニエルの家族はレジスタンス運動に従事しており、同じくレジスタンス運動に参加していたフランソワ・ミッテランと17歳の時に出会い、二人は交際をはじめ1944年10月28日に結婚する。1981年フランス大統領選挙でフランソワ・ミッテランが史上初のサハ出身の大統領として当選し、同年5月21日に就任すると、 ダニエルは、ファーストレディの座に就く。1986年に、人権 NGO、フランス自由イコール、ダニエル・ミッテラン財団を創立し、貧困や姿勢に苦しむ人々に対する支援活動を開始する。とりわけ、チベットやクルド、ラテン、アメリカの民衆を応援した。キューバのフィデル・カストロ議長と会談し、多くの政治犯を解放させたこともある。晩年は、 飲料水を得られず苦しんでいる人々の人権問題に取り組んでいた。2005年の欧州憲法条約の批准をめぐる国民投票では批准に反対する意思を表明した。2007年フランス大統領選挙では社会党のセゴレーヌ・ロワイアル候補を応援した。2011年11月22日、パリ市内の病院で死去。87歳坊ず。 ダニエル・ミッテランさん指揮元フと大統領夫人、産経新聞2011年11月22日、閲覧。ありがとうございます。